ゴー。さあ、それでこっち決まってまいりました。どうも4ポイントからのスタートとなっております。さあ、まずワンキャッチで4ポイント戻ってまいりまして、さあ、よく見てますね。 OK、 キャッチが決まったのは6ポイント。さあ、それで10ポイント戻ってまいりました。続くこちらが3投目、おお、うまい。さあ、トライキャッチが決まったのは7ポイント。30秒前。さあ、4、6、7といい感じにね、ポイントエリアに伸びております。3投成功、17ポイント。さあ、戻ってな、続き、こちらが4投目。20秒。これもキャッチが決まったのは7ポイント。15秒。ね、先ほどのドリフターもそうでしたけども、キャッチが非常にね、スムーズですね。10秒。さあ、この調子で6投もいっちゃうか。さあ、キャッチが決まっての6。5。さあ、トータル30ポイントでラスト1投、いかがでしょう。さあ、最後の1投、ああ、捉えた。キャッチ決まっての7ポイント、素晴らしい。さあ、6投成功、37ポイント。はい、先ほどの影虎もね、いいポイントを叩き合っておりましたけども、そのさらに上をいきますね。さあ、現在単独トップ。はい、よろしいでしょうか。それでは、ドリスター参りましょう。レディーゴー。そうですね、続いて1番の深井宏之、向きアクモと続いてまいります。 OK、 さあ、まずキャッチが決まっての6ポイント。さあ、ファーストランドが19ポイント、ちょっとね、遅れを取って、このセカンドランドかなという、感じですけども。さあ、続いて OK、 さあ、これも取られてキャッチが決まっての6、そしてキャッチ成功12ポイント。30秒前。キャッチが決まったのは6ポイント。さあ、3投成功18ポイント。さあ、戻ったら続くこちらが4投目、20秒。おお、これも捉えてキャッチが決まったのは6。さあ、4投成功24ポイント。そうですね、やっぱりね、こちらで声かけていかないといかんですけどね、小山さん。 OK、 さあ、キャッチは4ポイント決まったのは28。さあ、戻っての6投目です。いかがでしょう。あ、これもナイスローで、わー、捉えた。キャッチ7ポイント、お見事。さあ、トータル6投成功、35ポイント、グランドトータルは54ポイント。いやー、見事なゲームでした